こんにちは、カノです、今日もですね、オリジナルの手ぬぐいを作ろうと思っているあなたに向けたプロからのワンポイントアドバイス、これをですね、していきたいと思います、今日はですね、この手ぬぐいの一般的な値段、価格についてのお話です、一番ね、これが気になるところだと思います、これの値段、価格についてのお話なんですけども、どういった形にすれば安くできるか、またどうなれば高くなっちゃうかっていうお話なんですけども、大体生地っていうのは手ぬぐいの場合2種類しかないんですね。分生地とか岡生地とかよく言われると思います。また総理っていう言葉もね、耳にされてる方もおられると思いますけども、この程度しかないのが、手ぬぐいの生地なんですね。であとはどうするかどうなるかっていうと、この本染め、注染の場合は注ぎ染めですね、この場合はですね、値段で変わってくるっていうのはやっぱりデザインなんですね。値段が変わってくるのはこのデザインによって値段が変わってきます。ぶっちゃけた話、剣道なんかで使うような切磋琢磨とか明鏡止水とか入れるような白場に、四文字熟語とか入れる場合というのはやっぱ一番安くできますね。染料の量も少なくて済みますし、大きな文字が四文字っていうことで非常に染め屋さんも染めやすいっていうことで安いです。で一方ですね、全体にこの散りばめられているようなデザイン、例えばまんま絞りのような点々が全部あるようなデザインとかね、細かい柄が全体にあるようなデザインの場合は染める時も気にするんですね。丁寧に染めないかんということで時間もかかります。となると効率も悪くなって当然値段も高くなるということなんですね。でもう一つ本染め注染の場合に注意しなくちゃいけないのが、染め地だけじゃなくて今度型代っていうのが必要だということなんですね。でこの型もですね、簡単な型の方が安くできます。当然ですね、時間も少なくて済みますからね。で全体にあるような柄、総柄の細かい柄なんていうのは何時間もかかっちゃうということで、やっぱり当然高くなっていくということですね。ですから、シンプルで単色で、簡単なデザインにするっていうのがやっぱり安くできる方法ですので、ぜひ一度こういった考えでデザインを起こしてみてください。よろしくお願いいたします。